さて、まあ、今年あるいは9年間のライドを終えようとして、まあ、このバイク の、 あの特質というかですね、ですけれども、やはり9年の間あまり乗り味も変わらずで、モトグッチイタリアンマシンなんですけども、まあ、あの 750cc、 そして、装備で総重量198キロですかね、はい、扱いやすく、街中でも、ツーリング先でもですね、あるいは、ちょっとしたダートでも、雨でも晴れでも、高速道路でも、全然、物足りないとか、あるいは走れないとか困るとか、怖いとかそういうことなく、走れています。街中でもこの、60ニュートンメートルっていうこのトルクですね、だいたい6キロぐらいなんですけども、6キログラムメーターぐらいのこのトルクが、信号待ちからの出足とか、あるいはちょっと加速して、こう危険から遠ざかりたいとか、そういう時でも、まあ、素晴らしい出足を見せてくれます。最大トルクを2800回転というすごく低い回転域で出すので、回さなくても、あの高回転まで回せなくても十分なトルクパワーがあるんですね。でリッターバイクなんかですと重い車体をぐわっとこう持っていくって感じなんですけど、このバイクはあの比較的軽い車身をタタッとこう軽快に加速させていく、そういう感じです。そして、この微低速でも扱いやすいです。今もこの微低速ですけど、全くふらつくことなく安定していますね。とっても微低速でも扱いやすくて、U ターンもしやすく、まあ、オールマイティーに、安心して楽しめる、そういうバイクでした。燃費は、空冷の 750cc なんですけれども、まあ、ツーリングで25キロぐらいですかね。で通勤で、まあ、22とかそれぐらいじゃないかと思います。まあ、もっと、燃費よく走ろうと思えばそれもできるのかもしれませんが、まあ、私のバイクの乗り方、そしてこの個体だと、まあ、そういう感じの燃費になってますね。でどこを走っていても、ハンドリングはとても良くて、こうラインの途中からの修正も効きやすく、非常に乗っていて楽しいですね。こう操作している実感があり、操作している楽しさがあるんですよ。でブレーキも非常によく効きます。そしてコントロール幅がとっても大きいんですよね。ガツンと効いてしまうこともないですけど、まあ、握力は必要になってきますが、ギューッと握り込んでいくと、まあ、すごく効きます。シングルディスクのブレーキですけれども、まあ、ブレーキ性能でリアもシングルですがね、これもペダルのブレーキペダルの踏み代も結構いっぱいあって、でこれも踏み込んでいくのにつれて、このブレーキの効き方っていうのがこう無段階に調整できる感じでね、とってもその扱いやすいんですよね。加速方向でも減速方向でも、でこうハンドリング、左右方向でもですね、とっても扱いやすい、そして扱い切れる感じ、手の内にあると言いますか、そういう感じのバイクで、しかも、750cc なりのトルクがあり、頼れるって言いますかね、そういった、頼れる感覚もある、そういう意味でも本当にこのいいバイクだなというふうに思います。今年 850cc の V7 が出ましたけれども、まあ、さらにすごく良くなってるらしいんですよね。もうどんだけ良くなってるんだろうというふうに思いますけれども、どんだけ素晴らしいバイクになってるんだろうなと思いますけど、はい、そのようなバイクライフを送っております。物足りないかったり、ちょっと困ったりとかっていう点で